それではただいまより本日の第9試合 MMA ルールライト級5分2ラウンドを開始いたします。まずはじめに青コーナーよりケイシ選手入場。対します赤コーナーより野添忠介選手入場。猪木打撃系参戦。右に行こう。1回でもいいですよ。ブリッジか。
はい、あいいよ、ここで一発入れていいよ。ナイス、肘いいよ、肘そこでいいよ、左手、いいよ、一発入れてます。いらないからね、いらないようにね。まだ呼吸整えながら、呼吸整えながら、じゃあ、その一発いっていいよ。なんか一発入れて枕でもいいよ。はい、そう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 、はい、乳半径がね、一発入れていいよ。はい、そう、ナイス。はい、そう、もっと殴らないようにね。もういいですよ、落ち着いていいですよ、落ち着いていいですよ。あ、ナイス、あと2分いったよ。最後いいですよ、最後いいですよ。ボディーゴ、ボディーゴ、右でボディーゴ、そう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 、マクラス、ボディーいいよ、頭つけてね。ナイス、残り時間1分、残り時間1分。
ハイセクション。
私の目を見て。判定の結果を申し上げます。ジャッジ田中20対18、ジャッジ尾藤20対18、ジャッジ福江20対18、以上3対0をもちまして勝者赤コーナー野添、猪木打撃系3点。